ビヨンドは1981年4月29日公開のイタリア映画、ルチオ、フルチ監督によるゾンビもののホラー映画である。日本では劇場未公開であり、ビデオスルーとなった。フルチがサンゲリア、地獄の門に続いて発表したゾンビ映画第3弾。冒頭の凄惨なリンチシーンをはじめ、硫酸で顔面が溶ける、雲の大群が人肉を喰らう。 犬に喉笛を噛み切られる、ゾンビの頭を拳銃で吹っ飛ばすなど、残酷シーンが満載である。地獄の門に、ダンウィッチが舞台として使用されたのと同様、本作でもクトゥルフ神話に登場する架空の魔術書、エーボンの書が重要なファクターとして使用されており、物語自体もラブクラフト作品へのオマージュとなっている。1927年、ルイジアナ州にある、 セブンドアーズホテルに滞在していたがか、シュワイクが、怪奇現象が発生した原因とみなされ村人たちの襲撃を受け、生産な隣地の後に処刑された。それから54年後、おじの遺産として閉鎖されていたセブンドアーズホテルを相続したライザは、営業再開に向けて、改修工事を進めていた。しかし、塗装工が原因不明の転落事故にあって、 重傷を負ったのを皮切りに、台座にホテルから去るように警告する盲目の女性が現れる、などの奇妙な出来事が、相次ぎ、工事は思ったように進まない。ついには、ホテルの改修を進めたコンサルタントや、廃漢校やその妻、駒使いの女性も次々と謎の死を遂げてゆく。実は、現世と地獄をつなぐ七つの門が存在しており、その門の一つがこのホテルの地下にあり、 外ならぬその番人が手話役だったのである。ライザと相談を受けた医師のジョンが、ホテルの地下へ降りると、彼らの目の前で地獄の門は崩壊し始めた。ジョンの勤める病院に逃げ込んだ二人であるが、そこでも次々に蘇った、生産な姿の死者が襲いかかる。ありがとうございます。